それでは今日の私のハッピーポイントをお話しします。昨日に引き続き今日もあの作品展ということで幼稚園の方が開放しておりました。昨日も作品展だったので今日どのくらいの人が来るのかなって思いながら朝いたんですけれども、気づいてお外の方を見たらいっぱい人がいたんですね。そしたらやっぱ昨日来れなかったお父さんやお母さんとまたおじいちゃんとおばあちゃんを連れてきて、みんなでご家族みんなで来てる人が多くて、あやっぱこうやっていろんな人に見てもらえると私たち先生も作ってよかったなって思えて幸せな気持ちになりました。またバラ組さんでも何人か見に来てくださっていて、子どもたちの方から立野先生見に来たんだよ、今日おじいちゃんとおばあちゃんを連れてきたんだっていうお話を聞けて、あなんかやっぱり子どもたちもやっぱ多くの人に見てもらいたいんだなっていう気持ちが伝わってきて、これも嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。